アニメートに行ってきました。いろいろありましたが、いろいろありましたが、なんとか乗り越えて生きて帰ってこれました。こちら買っちゃったビジュアルクリアチケット2枚入ってるらしいです。17種2枚入りなんで全部揃うかな。何枚、全部で何パックですか。1、2、3、4、5、6、7。7揃わ、全然揃わ。よかったやったと。これは結構前に買って取っといていたやつ、ハイキュートレーディングクリアステッカーいただきます。全8種でこんな感じ。うんうん。じゃあまずはこっち、何が欲しいですか。うわ、もう何でもいい、被られたら何でもいいんやけど、結構なんか色素薄い系じゃないの。そう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 、ちょ、焦ってる感じ、セピア感。これどれ出ても同じでいいね。これマジでいい。これあのパート2になるかな、バージョン2になるかな、が12月ぐらいに販売されるんですよね。どっちも欲しい。うんうん。なのでその楽しみにしつつ、じゃあ開けましょうか。はい。出たら嬉しいなーぐらいなのね。これ出たらめちゃめちゃ嬉しいなーみたいな。ぼっくん、赤足、うん、稲荷崎、もみじのやつ。うんうん。あとこの上から3番目の右、うん、一番右、うん、二口賢治いらっしゃる。でもその左のやつ、真ん中のやつ、うん、いいね、これいいな。あとその左もツッキーだけいいな。あと白鳥、若俊くんの水道シーン、まあいいね。あ、でもその上も欲しいな。なんか全部なんだよ。じゃあどれ出てもいいじゃんこれ。要するに全部なんだよ。うわー、トゥルトゥルー、すげーすげー、せーの、はい、わーめちゃくちゃいい。あ、ちゃんとその切り取り線みたいな、すごいちゃんと半剣もプツプツプツって、すごーい、すごく良いでございます。これいいよな、このカラオケの。あ、オータムスプリングって書いてある。あ、ほんとだね。大川さんめちゃ歌ってて、わ、いいねそれ。どこ行けろ。これめっちゃいいね、ハロウィーン。夏かわいい、夏丸かすってんの、かわいい、制服かわいいね。男子高校生じゃん、男子高校生の日常。あ、いい、それはちょっとそれはちょっと違うやつ。えぇ、ー、かわいい。にゃんおるやん、にゃん。にゃんおる。え、見して見して。わかんない。あ、この役さんめっちゃいい。いいよね。何歌いようやろうね。ね、何歌いやろう。これすごいいいね。ボボボとまたボボボと。やばい。これすごいサイズ感めっちゃいいわ。いい。せーの。ほい。おぉ、あー、やー、おぉ、かわいいな。いいな、いいな、女子。かわいいね。お肌綺麗すぎ。見て、衛生さんめっちゃかわいい。あ、かわいい。見て見て。めちゃめちゃかわいい。かわいい。クリスマス？ウィンター。いいなぁ。ハイキュー女子好きなんすよ、マジで。かわいいね。めちゃめちゃいい。かわいい。本当は欲しいもんね、ケーキね。いっぱい欲しいね。気持ちいい。本当は欲しいもんね。せーの。ほい！おぉ！おぉ！いいっすね。いいっすね。いいっすね。ニューイヤー、ニューイヤー、二人で、本当だ、二人で初詣ニューイヤー。これ何も書いてない。え、あ、え、本当だ、いい、めちゃめちゃいい。初詣行ったん、二人で行った。本当だ、上のここも違うね。本当だ、全部が違う、なんか本当だね。いいっすね、これみんな表情いい。これマジ切り取れそうなのがやばいよね。切り取れんけど、切り取れんけどね。あたくしラスト、せーの、ほい。あー、あー、欲しかったやつじゃん。あ、欲しかったやつ、これイエーイ。あ、何も書いてない。あ、ほんとだ、夏です、夏です、いいな。え、かわいすぎる全員。見して見して、かわいすぎる全員。かわいい、わあ、いいね、これめっちゃいいやん、これ。これはいいね。え、これ二人とも顔めっちゃいいよ。これいいよね。え、めっちゃいいやん。なんでこの色あせた感じなんやろうね、これって。もうほんと、なんでこんなかわいい、犯罪じゃん。いいな、それ。つとももかわいい。みんなかわいい。これいいね。わ、これ嬉しい。じゃあ、お手伝いさせていただきます。せーの。ほい！おー！あ、これ一緒だね。あ、楽しかったやつ！言ったやつや。あ、いいね、これ。いい。すごく良い。なんかめっちゃいいやん。ね。いや、近くで見ると全然違うね、この、裏で見るのとさ。なんかめっちゃいいよ。めっちゃいい。え、めっちゃいいよ。ちょっと目線がさ、みんな見たいんやけどさ。これめっちゃいい。持ってかれる。これいいね。あ、線が二口検事に持ってかれるんやけど、私。これみんないい。わかった、それは一家に一枚欲しいですね。これやばいね。うん。あ、全員可愛い、本当に、本当の話。めちゃめちゃ、めちゃめちゃいい。すごい、いい。これいい。あ、これいい、嬉しい。これいい。こう。せーの、ほい。おー、あー、一緒、一緒。はい。お祭りです。あ、可愛い、ひなた。見て。可愛い。みんなか、みんな可愛い。朝日さん可愛い。可愛い。似合うよね。ね。可愛い、キョクさんも可愛い。ねえ、みんないいね。
そんなに金魚すくいけんの？やばっ。え、やばくね？分裂しとるぐらい俺やる。せーの、ほい。おお、あー、いい。これは出たね。出たやつですね。出たやつです。え、なになに？これめっちゃいいじゃん。見て見て見て。めっちゃ可愛い。木下もおるよ。まあ、その大好きなコーチもいます。え、これどう？買ってよかったんじゃないの？これよかったよ。うん、これよかった。まあ、じゃあ次のあれも楽しみです。うんうん。嬉しい。まあ、ほんとこれが出たのが本当にもう前。本当に出てる。よかったね。よかった。これめっちゃかっこいいよな。まあ、それいいね。ね。いただきます。はい。いただくよ。まあ、全員揃うでしょ。これ系揃うもんね。書いてある。見て、みんな大好き。ワンボックスフルコンプリート。おー、よいしょ。フルコンプリートボックスです。開けましょう。嬉しい。全部見れるよ、みんな。やったね。これでもあの、グッズはさ、結構いろいろ出てて。ああ、そうなんや。そう、よく見る絵柄ではあるので、もう皆さんご存知の方も多いと思いますが。ピン。こんな感じ。おう、そんな感じ。いいね。よいでです。せーの。おい。あ、おー、いい。めっちゃいいじゃん、これ。わー、思ってめっちゃいいじゃん。え、なにこれ。え、薄っ、何待ってよ、でもこれ。ステッカーもうカード固まってびっくりしてた。グニョン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 グ。めくったら、枯れるってこと？枯れるってことなのか？え、やばグニョングニョンじゃん。すごい、透明感もすごい。かわいい。いいね、これ。好物のチューペットを食べている。見せて。すごい、これ。テンションぶち上がり。シール大好き女児。レジはみんなキラキラとシールつけてる。こんな何歳になっても好きなんよ。すごーい。いいね。これいいよ。携帯。いいね。携帯とかにも全然。これね、不意に写真撮ったやつを、プリクラみたいにさ、なんかこう、携帯とかにね、貼るみたいなやつ。つなりんたろうさん。せーの。おい。あー、いい。おにぎり食べてんの。おにぎり。おにぎり食べてんの。いいね。かわいい。これは周りの枠は一緒ですね。高校が一緒だからかな、うんうん、色がね。とても良いそれ。とても良いこれ。これめっちゃいいね。せーの。おい。おー、いい。オレンジと赤周りがかわいい。かわいい。なん食べやん。なん食べやん。バーベキュー。バーベキュー。BBQ ですか。肉食べやん。ちょっともお菓子の増し方上手。育ちが出てる。あ、いい。めっちゃいい。かわいい。これいいな。これいいっしょ。クリアってところが半透明も好きだからジョジ。せーの。おい。あ、反対でした。おお。あ、すごい。カラフル。めっちゃいいこれ。あ、本当だ。ちゃんと三色で。三個分の。いい。それ。アイス食べてる。アイス食べやん。一口ちょうだいって。一口ちょうだいって。ねえ、月一口ちょうだい。ほんとだ。ちゃんとみんなアイス違う。かわいい。かわいい。なにこの現場。これいいね、めちゃめちゃ。木陰っていうのがいいよね。かわいい。ね、天才だ。天才。お気に入りのアイテムに貼ったり挟んだりしよう。はい。口の中には絶対入れないでください。いただけますよ、ね。かぶれなどの原因になる恐れがありますので、肌に貼らないでください。ちょっと、でも、最初年齢15歳以上って書いてある。ほら。ほんとね。まあ、私ならやりかねんけど、ごめんね。ありがとうございました。注意書いて。ごめん。それ知らん気候やわ。いきます、うん。せーの。おい。あわーい。いい。食べよう、ご飯。これかわいいよな。いいね。めっちゃ元気よく喋りかける。性格がなんかご飯にも現れるよね。和食とカラオケ。うんうんうん。ね。匂わせ手前の二人。もう匂わせよ。やばい。めっちゃいいね。めっちゃいい。綺麗に食べてる。これは揃ってくれるのありがたいね。クマちゃんありがたい。これは揃ってくれるのありがたい。せーの。おい。おー、かわいいね、色。真っ青。いつもこの真っ青の服着てる。あ、好きなやつだね、食べよう。何食べよう。カレーライス、温玉のせ。おー、いいね。ちゃんとサラダも食べてらっしゃる。偉い。偉い。卵ってものはすごいんだよ。卵はもういいね。何にでもなれる。あ、すごい、ちゃんと青とオレンジだ、周りの枠も。いや、そうなんよ、青。この青とオレンジってすごいいい組み合わせなんよね。すごい好き。かわいい。表情めっちゃ、めっちゃかわいい、もう。めっちゃごらんよ。かわいすぎ。丸テーブルで食べてる。かわいい。せーの。ほい。うわー、かわいい。これは、足も買おうかな。っていうぐらいいいわ。これ欲しい。好きだからね。マーボ。かわいい。もりもり食べて。あ、かわいい。マーボと白米一緒に食べるタイプですか？いいっすね。炭水化物。いいね。もりもり食べよう。かわいい。かわいい。あ、これやばいね。え？取れた。ああ。ああ。取れた。みんなひったくりんや。かわいい。ちゃんと中華屋さんみたいなところで食べよう。アレルギーには気をつけて。ラスト。あら、すごくない？あらあら。
あらあら、推しは最後に取っとくってか。でももう分かっと、好きなものは最後に食べるから。そうです、分かっとるけどやろう。覚悟ができていいやん、逆に。確かに逆にもう出るって分かってるけいいやん、飛んでくけん。せーの、はい。あー、ほんとにこれが欲しくて買いました。いいね、何食べやん、お菓子食べやん。グミ食ってんだよね。グミ食いいやん、酸っぱいグミ好きなんですよ。いいね、この椅子をさ、こうやって座るのってさ、いいね。じゃ分かる、なんか分かる、分かる、このさ、普通の人間はせんやん。ちゃんとさ、なんかこの本当にキャラを表してるのがそうすごいよね。解釈一致ってことやろ。素晴らしいよね。いいの、良すぎる。これはもうあれじゃない、額縁に入れて上に飾っとく。上に飾っとく。神棚に。これやばい、マジで。本当よかった、よかった、本当よかった。これ素晴らしいですね。それとですね、何でしょう。ジャンシュに行ってきたんですよ、私たちは。そうなんですか。私たちはって言ってんだよ。ジャンシュに何を買ったんですか。見せてごらん。ごらんよ。ジャンショにはね、ブロマイドとかキーホルダーとかを作れる機械があるんですよ。そこで写真をね、現像してきました。写真屋さんに頼んで。あ、そうなんですよ。写真屋さんで現像してきました。そうそうそう、いくよ。なんだ、無気分ないけど。分かったらね、自分で分かって選択して何なら見てるのにね。そういう動物鳴き声が。化け物。やばくない、このデカさとかさ。これも買ってきましたね。入るように、入れましょうね。素晴らしくないですか、このね、大きさもね、めっちゃでかくてね、いいよね。これやばいよ。これはやっていいでしょ、舐め回したよね。怖い。お、ドンピシャリ、ドンピシャリや。封入の儀嫌がってる。ぴったりすぎて嫌がってる。ドンピシャリすぎる。ドンピシャリすぎる。これはね。どうしようね。いいね。素晴らしい。お次。誰だ？マジで分からんかった。分からん。やばい。やばい。やばすぎる。ほんと、こちら私購入させていただきました。よい。あ、値段は1枚350円です。はい。350円でこのクオリティのものが家に飾れるんですよ。マジで本当、私たちのめっちゃ大好きなんですけど、はい、もう本当このシーンがあるなんてということで、すごいよね。嬉しいです、本当ありがとうございます。ゴリゴリサチロン、ゴリゴリ陰陽。ゴリゴリのサチロン。陰陽。もうセリフとか、もう本当に好き、マジで楽しみ。見れましたよ、これね。よくない、顔面が。どう考えても、いや、顔面だけじゃないんですけどね、サチロンの良さっていうの。受ける。症状。症状。やばいやばいやばい。いや、これ、良すぎ。誰だ、次は。せーの。はぁ、いいっせー。もう、ランダムなの。私、購入しました。分かってるのに、ランダムなの。いい。よくない？これね、ちょっと赤足めっちゃ迷ってさ、そのなんか赤足のさ、あ、あとね、赤足。おこがましいもあったんよ。おこがましい赤足。おこがましい赤足もあったんやけど。縦向きでね。あ、でもやっぱ変えたかったかな。でもやっぱちょっとこっち、ちょっとね、手間が目についちゃった。そう、ぼっくんのかっこいいとことかもあったんよ。これ購入するときのあなた、すごく面白かった、ここら辺をね。うるさい、うるさい。ピーピーピー、誰にも何も言われてないのに、ぶち切れながら。ちょっとうるさい、黙ってとか言ったんだ、購入して。怖いね、怖い。いや、ほんといい、このシーンほんと大好き。ムジナザカ戦ほんと好き。ムジナザカ戦ね、すごいマジ好きなんよ、私。なんか全部がいいよね。ウスリも好きなよ、私。あー、そうなんや。はつらつに性格の悪いウスリが大好きです。いいよね。いいよね。かわいいやろ。かわいい、確かに。マミユンナも好きやけどね、あの二人の掛け合いとか。せーの、はい。声出た、体で表現するやめて。見えんけね。こちらのマサオが購入しました。いや、これはもう雑になってる。やばくない？これは本当にいいと思う。幸い、ね、10枚ぐらい欲しい。10枚を壁に。玄関とトイレといろんな場所に置いてもらう。寝室と。ボロボロの袖が。私のボロボロの中学校の時の袖が。何年間来とるんで。ボロボロの袖が見える。玄関とトイレと。もう様々な場所にね。え、良すぎん？これ。良すぎん？それかっこよすぎるな。これはちょっと。
舐めました、ね、舐めました、先に見て見て見て見せる気ないいやもうマジでいい、これ本当に嬉しすぎる。せーの、はーい、こらやばいわ。あれ、そんなイントネーションやったっけ。こらやばいわ。このシーンめっちゃ好きなんよ私、ね、もう本当にちょっとこのこれも一緒に 見せるんですけど、はい、こちら、ね、こちらとこちらね、ね、自分好きやもん、好きすぎるもん。このページめっちゃ好き。そうね、あのページごと欲しいよね。ね、あ、でもあったかないじゃん。あった、あの1年生、うん、元1年生全部あったかんだと思う。まあ1ページにすればよかったね、全部買って1ページにすればよかった。1ページにすればよかったね。めっちゃ好き、もうほんとこれ大好き。やばいよね、これもう優勝探そう見切れるお二人、いいなぁ、やばい、ね、もう自分も買えばよかった。このか、あ、じゃあもうまた行くね。これこそ私もう30枚アルバムに買ってさ、自分で自分で撮ったのにアルバム作ろう。だって本当に写真なんだもん、質感が現像してきました。落ちた今撮ったそこ。これ本当にキーホルダーのね種類がまだあんまなくって、配給、うん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 、そこら辺をね、もうちょっと欲しいよね。ねえ、欲しいね。嬉しいなと。あのキーホルダーめっちゃいいよ、そのジャンショのね。うん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 、ね、別作品なので別作品で作ってるけど、めっちゃいいよ、ほんとあれ。写真立て買って、飾ろう飾ろう。ちなみにあのジャンショのキーホルダーはこんな感じ。めっちゃよくね、サイズ感とかね、すげえいい。これ組み合わせで裏表できるから。そうそうそう、だけこのローとこっちのゴロを裏表とかもできるからね。シールだけ、シールとか中の紙だけポカって出てきて、そうそう、レジに行ったらその外側のねやつをもらえて、自分でカチンと作るみたいな。これは大満足ですね。これ大満足、これほんと大満足、よかった見てね。あれね、350円でこんな満足度が得られるのはぜひ。お近くにありますかね、ジャンショ。もっとジャンショ店舗増やして。どんくらいあるん、どんくらいなん全国で。何店舗かな、20ある。福岡に2店舗ぐらいあるよね。あ、そう、ララポートとララにあるよね、キャナル。うんうん、どんくらいあるやろね。だって九州、大分にはもちろんない。佐賀にももちろんなかった。熊本はないんじゃない、分からん。熊本でも結構栄えとったけどね。今ちなみにあのゾロさんのゾウの近くに住ませてもらってる。いいなー、いいー、歩いて見に行ける。いいなー、私一回も行ったことないのになー。でさ、今度ねちゃんとね、いやマジで行きたい、ほんとゾウ見るの。全然かけない話よね、ジャンプつながりでね。あ、ジャンプつながりなんで許して、うん、ということでこんな感じでした。みんなも行ってね。